山本乃木太郎ポンプの箱老前科者の話1私の最後の刑期は8年で S 刑務所で服役することになったのです私自身のつもりでは そんなにたちが悪いとは思ってはいなかったのですがご担当の見込みが悪かったのかそれとも前科の十五班がただったのかいよいよ刑が確定して執行されるという段になって工場出役と雑居房の希望が全然裏切られ S 刑務所の調べ所で襟に番号をつけた赤い極意に着替えた私はすぐに 東館9房というのに入れられてしまったのです S 刑務所の東館9房は無論独房です前科15班とは言っても私はすり専門ですから雑居房に入れたって工場出駅にしたって何の危険もないはずだとまあ私は一人で理屈をつけていたのですそれが独房に入れられて 工場に出してもらえない。私はもう不平で不平でたまらないのです私は官房の中から大声を上げて「お役人様お役人様」人様を連呼しながらしつこく不平を並べ立てましたが看守たちは取り合ってくれない仕方がないのでしぶしぶ六尺四方の独房の床板にご座を一枚敷いて さてあてがわれたきれいと結びの材料を手に取り上げてみたがそんなものが手につくはずがない定量過程の1時間に1問目3部も尺に触る死に物狂いでやったってそんな工程を上げることのできないことは前科持ちの私には分かりすぎるほど分かっていることなんですことに累半集には駅に着いてから100日間は 賞与金がつかない規定です作業賞与金といったところで月に10銭か12銭くらいのものですがそんなわけでやけになった私はきれいと結びの材料をそこに投げ出したままごろりと横に寝てしまったわけですするとその日の担当でベロというわだ名を持った看守が回ってきて「こら111号」 傍着をすると承知しないぞ。神妙に仕事をしろ。と喚いたものです。それでなくてさえやけになっていた場合です。私は御座の上に寝転んだまま、思うさまとくづいたものです。なんだと神妙にしろ。神妙にしてもらいたければ神妙にできるような扱いをしろ。 俺を独房に入れて工場にも出さずに神妙にしろとは何だ官主張にそう言え。百十一号は正しい扱いを受けなければ素直に服役しないとな。生意気を言うな。貴様、懲罰が怖くないのか何？懲罰だ 懲罰が何だ平均、即位、何でも持ったこい。そんなものを恐れる俺じゃないんだ。今から考えてみると、自分自身の身勝手から随分と思い切った乱暴を言ったものです。その翌日は早速、5日間現職の懲罰申し渡しです。昨日までは、 と結びの定量121号2尺の刻印がわっぱに入れた飯の上に押されていたのですが今日からは66尺になっているまあその現職懲罰がどんなにつらいものであるかは実際監獄の飯を食ったことのある人でないとわからないのですが初めのうちはただなんとなく体がだるいような痛みを覚え 夜は悪夢に襲われて何としても眠ることができなくなりますそして夜も昼も妙に息苦しく3日目くらいからは頭がしびれるような気持ちで苦痛を感じなくなるものなんです私の16回目の服役第1日がこういう始末ですそれからの私が素直であるべきはずがありません 懲懲罰罰とという懲罰のほとんどは体験しましたしたかし私はここでその懲罰をお話ししようとしているのではありませんその8年間の服役中に私がやった一つの罪深い罪悪を聞いていただいて懺悔のしるしにしたいと思っているのです 老種の話1僕が S 刑務所に勤めていた当時の話なんだから随分と古い話さその当時 S 刑務所の東艦9号という独房に終盤が111号で久山秀吉という男がいたがこの男は「はやぶさの秀」と異名を取ったスリで。 前科を何でも十四五は持っていたやつなんだ年頃は三十五六であったろうこの男はとてもてこに合わぬ男でね同僚の桃木くん桃木くんは囚人たちからベロというあだ名をつけられていた男なんだその桃木くんなどは同僚の間では随分荒っぽい方で囚人たちの間でも恐れられていた男なんだが その桃木でさえ、はやぶさのひではもてあましていたのだ。大抵のやつはいくら暴れても、現職の7日も食うか、よほどひどいやつでも、作為の三十分も食らえばへこたれておとなしくなるものだが、このはやぶさのひでばかりは恐ろしいやつでね。どんなひどい懲罰も答えないんだ。は、 俺を雑居房に入れて工場に出すまではどんな罰を貸しても乱暴をやめないというのだけれどもそんな乱暴をするかといって雑居房に移したり工場を出益にしたりすることはもちろんできることじゃない当番交代で僕が担当の時などは僕は猛旗とは違って温情主義の方だからゅ々と解いて聞かせるんだが少しも効き目がない。 教務主任の教会士がなだめてみたって何の功もないという始末でねまったく徹底した暴れ者だったよとうとう「はやぶさの日」では終盤の111号で呼ばれず本名の「ひで」で呼ばれるようになってしまった囚人も終盤で呼ばれず本名で呼ばれるようになったら金箔つきだこんな具合で「はやぶさの日」では 服役してから一年半ばかりの間は全く懲罰懲罰の連続でとても手のつけられないやつだったこんな調子ではヒではとても体がもつまい刑務所で命をしまうだろうと僕らは案じてもやり本人にも言い聞かせもしたが相変わらずヒでは必要に乱暴を続けたものだところが 今も言う一年半ばかり経過してからのことだったが秀デの態度ががらりと急変してとてもおとなしいものになってしまった囚人がどんなに従順にしても到底刑事被告人服役規定に触れないようにはできないそれほどその規定は厳重なものなんだところが急変後の「はやぶさのヒでは その厳重な規定をそのまま当てはめてもほとんど定職の行為を見ないほど従順な囚人になってしまった当時ヒデは平打ちの羽織の紐を編んでいたがその工程のごときもぐんぐんと上がってみるみるうちに紐工として製作量も製品成績も獄中第一位を占めてしまったそれは全く驚くばかりの変わりようであった 僕が板に貼り付けた家庭検査票の賞与金欄を指して「この月末にはこの欄に1円50銭と記入ができるだろう。よく働いてくれるな」と言うと秀はニコニコ笑って「ありがとうございます」と頭を下げたものだよ家庭が超過するばかりでなくこんなにもおとなしくなった秀だから 当然規定の3得点が与えられるひも甲の一色一六が一八に増殖五日に一度の入浴が二度に賞与金の五分増し桃木君なぞは「さすがの日でも懲罰が答えたのだろう」と言っていたが僕には日でのこの急な変わった態度が懲罰の苦しさからだとは思えなかった。 もし懲罰の苦しさからおとなしくなったものだったらもう唐の昔におとなしくなっていなければならないはずだそれが一年半もたったからのちに急におとなしくなったということは変に思われる僕はそれよりも秀にこうした強い動機を与えたものは秀の文房の隣の第十房に 第222号という男が入ったからではないかと疑っていたのだが果たして僕のこの考え方は誤っていなかったよ老前か者の話にそれはちょうど一重が合わせに変わる時項の ある日の午後2時頃です今まで空であった左隣の第10号へ一人の囚人が収容せられたのです獄中で新しい人の顔を見るということは囚人にとって大きな喜びの一つなんです所長の鋼鉄はもとより担当看守の顔が変わっても囚人たちは非常に大きな喜びを持って期待するものなんです まして、私とは、板壁一枚を隔てた隣へ、その棒の主人が来たというのですから、私の好奇心は非常に煽られたわけでした。担当の福助、田中監守のあだ名です。二、隣へ来たのは新入りですかと尋ねてみたところ、うん、新入りだよ。初版だ。だが、 肩書きは強盗精進だ。と教えてくれました。強盗精進と聞いて、私はいささか幻滅を感じはしましたが、それでも翌朝の運動時間を待ちかねたものです。運動時間には顔を見ることもできれば、監視の隙をうかがって物を言うこともできるのです。その翌朝、水風囚人の配当した朝飯を食って、 いいよいよ運動の時間に文房を出てみると看守に守られた11人の文房衆がすでに廊下におのおの34尺の距離を保って一列に並んでいました私が最後の12人目に着くと看守の号令で歩き出すのです私は新入りがどこにいるかと思って後方から伺ってみますと私から4人目の前を 首筋の白いすらりとした男が白い素足で廊下を歩いてゆく庭へ出てからその男の顔を見ることができたのですが柔らかな産毛のようなひけ長の眉の下に黒水晶のような目が梅雨に潤んでいる彫り物のような鼻ことに私を非情な力で引きつけたのは古い言い草ですが牡丹のような唇です その唇を見た刹那、私は思わずブルブルと震えたものですさあそれから運動時間の20分間もまた行列をして文房へ帰る時間も私はもう夢中でその男の顔から目を離すことができない始末でした私はその男の在庫が強盗精進であることは知っていましたが それを少しも不思議だとは思っていなかったですよ普通の人は強盗精進などというとすぐにお肉まをでも連想するでしょうが私らのように場数を踏んだ者は強盗犯にやさ男を見ることはしばしばなんですからその日からです私が獄中で生まれ変わったようにおとなしくなったのは なぜその男を見てからそんなに急変したのか自分でも自分の心持ちがはっきりとは分かりませんがなんだか自分の独房で仕事をしていても板壁人への向こうにはあの唇があるのかと思うとなんだかこう圧迫されるような気持ちで大きな声などとても立てられないのですよ。大きな声どころか咳一つするのでも暴ばかられるような気持ちなんです。 そのうちに隣のその222号が例のキレれと結びをやっていることが分かりましたキレれと結びは前にも言ったように食料が最低の12なんです2 4 5歳の年頃から言ってもその男がひもじさを感じていることはわかりきったことなんですやがてはあの美しい唇もどす黒くなってしまうのかと思うと たまらなない気持ちなんです。私が一生懸命に羽織の平紐うちに家庭以上の能率を上げたのも実を言えば222号の腹を満たしてやりたいそして一日でも長くあの唇の美しさを保たしてやりたいと思ったからです私は家庭長過によって得た増殖18の約半分 およそ8尺分ほどを手ぬぐいに包んで1畳ほどもある板壁の天井に沿うて切ってある伝統の穴から食を貢いでやったんです222号は食べ終わると手ぬぐいをその穴から戻してくる私はその手ぬぐいにどんなに大きな魅力を感じたことでしょう谷崎先生の小説の中に ハンカチについた女の鼻をベロベロとなめるのがあるそうですが私のは鼻ではないがその飯に当たっていた部分をしゃぶったものですもちろんその部分は二十二号がなめた部分に違いないからです老看守の話2 はやぶさのヒが隣の222号に飯を分けているということは僕は早くから気がついていたけれども僕は見て見ぬふりをして売っちゃっておいたのだ報告すれば無論懲罰者よだが自分のひもじさを耐えて他人に職を分けてやるということは刑務所内では懲罰事犯だがャバでは美人なんだからな そのうち二十二号も平ひ紐ひを打つようになったそうすると飯は一六になることは前にも言った通りだもうヒでもひもじい思いをして飯を分けなくてもよくなったわけだところがある日ヒでは僕に向って二十二号が紐を編むようになったのは旦那の報告でしょうというのだ いやそんなことはないよあれは公務所からの指図だと僕が答えてもそんなことはない旦那が報告したからに違いない旦那は私が222号に飯を分けてやっていたことも知ってるんでしょうそれにその方は報告せずになぜ仕事の変更だけを報告したのです わしは気にいらない報告して2人とも懲罰にしてください。というのだなぜ秀がそんなわからないことを言い出したのかその時僕にはわからなかった222号の強盗精進というのは彼は俳優で旅先で何に会い一座が解散したのでやむを得ず徒歩で帰郷の途中旅費はなくなる。 腹は減るというわけで通りかかった町でふと人気のない家を見いだし空き巣に入ったところを「帰ってきた歌人に発見せられた」というような自判なんだそういう囚人だったから非常におとなしいので僕らは職務の許す限りの範囲で随分親切にしてやったものだヒではおとなしくなったからでも 例の貴くんなぞには時折反抗の規制を見せるようなこともあったが僕に対しては非常に従順でそんな気ぶりを見せたことはなかったそれが僕が222号を彼と同じように親切にしてやるようになってからは秀は険しい目で僕をにらむようになったもちろん僕はその当時そんなことに気がつかなかったものだから秀の瞳が 嫉妬に燃えていたことを知らなかったそれで僕は秀の言うことには取り合わずにいたところがその翌日当番交代で桃木くんの担当になると秀はその飯の一件を訴えて懲罰を望んだそうだ相手が桃木くんのことだから早速報告して秀の望む通り 彼ら二人はその翌日から現職5日間の懲罰を受けることになったところがその現職の日から僕が注意をして見ていると日では2食分より取らずあとの1食分は例の窓から隣の222号に貢ぎ出した僕はそれも見て見ぬふりで売っちゃっておいたそうこうしているうちに見つきばかり立つと 従順な二百二十二号は雑居房に移され工場出駅を許されるようになった隣の第十分房が空になった日から二三日火ではよそ目にもかわいそうなほどしけこんで仕事もろくろく手につかぬ様子であったが二三日たってからは思い直したものか以前よりは一層おとなしく脇目も振らずに仕事に精を出し始めたものだ東館の雑居房は ヒレがいる文房の前の二間廊下を隔てた向こう側にあるのだ間口が二間で奥行き一軒半の6畳の広さで1部屋10人定員の官房が6部屋並んでいる222号は一番西の端の第六官房というのに移されたわけだ 老前かもの,の話3文房内を掃除してきちんと座って朝飯の配当を待っておりますと向かい側の雑居房から工場に出役する囚人たちが看守に引率されてぞろぞろと出て行くその中には私の文房の前を通りすがりに火で「早く工場へ出てこいよ」 と囁いて通るものものあります。その列の後ろから222号もついていく例の通り肩を落とし節目に歩いてくる222号は私の文房の前に来るといつもちょいと目を上げて私の方を見るのですもちろん彼から私の見えるはずはありませんが私の座っている位置からは ドアの格子を通してよく見えます。時によると、例の美しい唇をかすかに動かすこともある。それが私には、早く工場へ出ていらっしゃいとささやいているように思える。その度ごとに、私は唇を噛んだものです。早く工場へ出たい。 それにはどうしても商標をつけるより他に道はない私は以前より一層素直に仕事にも精を出しましたそしてとうとう私の願望はかなえられましたしかも他のご官房が満員だったものですから一人だけの欠員のある第六雑居官房でしたそこには222号がいるのです 工場は第一工場で222号もやはりそこで働いている飯も24が給寄せられる私は全く刑務所にいるような気持ちがしなかったものです私は一生懸命に働きました23か月するうちに家庭の60足を突破して80足を上げるようになった 私はそっと看守の目を盗んで50足くらいよりあみげない。222号の竹籠の中へ毎日15速ぐらいずつ投げ入れることを怠らなかったものです。このままにケーキが過ぎてしまえば、8年の苦役も私にはかえって楽しいものであったかもしれないのですが、娑婆にいてさえもそうはまいりません。 まして自由ののない刑務所の中です。そんなことがいつまでも続くはずがありませんそれからさらに夜月ばかりの後でした私たちメリアス校が五人裁縫工場へ回されることになったのですその五人の中には二百二十二号も加わっておりましただから私は何工場へ回されようとも 222号さえ一緒なら少しも苦にはならないと思ったのでしたところが裁縫工場へ移されたばっかりにここにお話しするような事件を私は起こしてしまったのです私が裁縫工場へ変わってみるとその工場の担当としてその工場の担当として監督していた看守が 私の第九文房時代の担当であった福助というあだ名のある田中監修であったのです田中監修は本当に優しいいい人でしたもし私が222号と一緒でなかったら監修が田中監修であることをどんなに喜んだか知れなかったのですが222号と一緒であった私はそこに 恐るべき敵としての田中監修を見たのでしたそれからは歯をかみ鳴らし拳を握るような嫉妬の情を抑えたことも再三ではありましたがそれでも23か月は無事に過ぎましたある日のことでしたそれは何でも春の暖かい日であったと覚えております裁縫工場へ、 白地のの夏服が回ってきたのですその夏服は私たちが服役している S 刑務所の看守たちの着るもので立ち行が立ったその服地にはそれぞれ皆寸法に応じて着用する看守の名がついているのです囚人たちは自分の好きな看守の服をまるで恋人の晴れ着用でも仕立てるように誠を込めて仕立てるために人望ある看守の服などは取り合いのありさまです。 その時に二十二号に当たったのが田中監修の分であったのですせっせとミシンをかけている二十二号のそばに立った田中監修が「ああ二百二十二号お前だな僕の服を仕立ててくれているのは念を入れてやってくれ」「福助」というあだ名のとおりニコニコとしたその顔を見た時 私はむらむらとわけのわからない怒りを抑えることができなかったのです老種の話3ヒデがいきなりそこへ飛び込んできて上着の脇にミシンをかけていた僕の服を奪うや否やその端の方を足で踏み 両手で力任せに引き破ってしまったそしてヒデは息を弾ませて僕の顔をにらみ据えているのだヒデが粗暴な反面を持っていたことは前にも言ったとおりだがこれまでのヒデの乱暴にはよかれあしかれ言い分があったそして僕にはヒデの気持ちがある程度まではわかっていたそれがこの時ばかりは どうしてヒデがそんなことをするのだか僕にはまるっきり分からなかったその時のヒデの気持ちが分かっていれば恩情をもって主義とする僕だ副祉の一枚分くらいはどうにでもできるんだからああした態度には出なかったはずであったがヒデの気持ちが分からないだけに僕は無性に腹が立ったそれに場所が工場だ そそれこそ本当に囚人監視の中だ他の囚人を御する上から言ってもそれをそのまま不問に付するなどということは絶対にできないもし僕がこれほどのヒデの懲罰事犯を不問に付しては僕が罰を受けなければならぬことになる僕はいきなり足を上げて破れた副次を片手に下げたまま荒い息を肩に打たせて じっと僕を見据えているヒデの向こうずねを蹴りつけたヒデは片膝を床についたが次の瞬間猛然と僕に飛びついてきたまったくヒデは気るいのようであった僕は思わず軽敵を口にした看守部長をはじめ45人の看守が駆けつけて床板の上にねじ伏せられたヒデの体は見ている間に数常の補助によって がんじがらめに縛られてしまったで、また始めたな今度こそは貴様の少年を直してやるぞと部長は冷ややかに言ったそうしてヒでを三冠に入れとけと看守たちに命じた三冠というのは囚人たちが最も恐れているかなどなんだ 時効が春だから玄関などとは違って幾分しのぎよくはあろうが何様かなどといえば監獄の中の監獄だそこに収容せられた秀は3日の後調べ書に引き出されて署長から十平均3日の懲罰言い渡しを受けたヒデが手に負えぬ乱暴者であったことは再三話したそして 最後に僕に対してまでこんな乱暴を働いたそれにどうしたわけか僕にはどうもヒデを憎む気にはなれなかった重平均といえば暗室監禁のほとんど極刑懲罰だ7日間も重平均を食らえば気が狂ってしまうとまで言われている僕はなんだか秀がかわいそうになってきた 重平金官房の赤塗りの鉄の扉の脇に111号という秀の囚人札がかかっている秀はどうしているだろうと思った僕はパチンと電灯のスイッチをひねって拡大鏡のはまった視察口からのぞいてみた暗中に名目していたらしい秀は闇に慣れた視力をにわかの投下に一瞬戸惑いをさせながら視察口の方を振りあいだ 四分のののののとほどうないたたににむししろをまて、そ十ますますのの平均がどんなに苦しいものであるかはご想像に任せますが。 まあその期間だけ生きながら埋められているようなものですねそれでも一日3度の食事は与えられますから3日間の平均であれば9回飯を食えばよいわけです私は1食を食べ終わるごとに残る食事の回数を数えて時の経つのを測りました平均の3日間私は222号のことばかり考え続けたものです そして田中監修に対する恨みと憎しみはますます加わるばかりで重平均がつらければつらいだけ田中監修に向けられる恨みは深くなっていくばかりでした今から考えてみると親切であった田中監修に対してなぜあんなに恨みを抱いたのか私自身にもわからないくらいで全くすまぬことであったと思っております私は どんな方法で田中監修に復讐をしてやろうかとそればかりを考え続けました3日の期間が過ぎて平均官房から引き出された私はまた元の独房に放り込まれてしまったわけですところがまあ何という深い因縁だったのでしょう私が平均官房を出てから放り込まれた北艦4号という独房のご担当は やっぱり福助こと田中監修であったのです田中監修は東官文房の担当から裁縫工場の監督に栄転せられたわけであったのですがどういう事情があったものか北官文房の担当に左遷せられたということでしたあるいは私のあの乱暴が田中監修の職務上の責任となったのかもしれません私をあれまでに従順にし またあれまでに乱暴者にした党の222号はその後どうなったのか影も形も見ることができないその代わりに私から222号を奪ってその上に中平均という重い懲罰の原因を作った田中官主が目の前にいる私はもう222号に対する執着よりもまことに理由のないことではありますが 田中監修に対する復讐で脳はいっぱいであったのです田中監修は相変わらず親切でしたがその当時の私は親切な態度を見せられれば見せられるだけますます反感を募らせたものですまったく何と言うのでしょうかひねくれた囚人心理とでも言うようなやつなんでしょう 私は復讐計画をを完全に立てて、機ののの来るのを待ったのです。私はまず東館急房時代よりもなお一層従順にし家庭もより以上に上げることに精を出しましたそして一方には田中館主の信任と同情を得るべく努めましたそしてものの一年半もたった頃には 模範囚人になっていましたがやはり危険だというお見込みでもあったのか雑居房や工場出駅は命ぜられませんでしたあれほど希望した雑居房と工場であったが私はその当時は少しもそれを希望していなかったただ神妙に文房内で平日も内に専念しているもののように装うて むしろ雑居房移送を恐れていましたそれは雑居房よりも特房の方が私の計画の実行に都合が良いからでしたその年の12月10日頃のことであったと思います田中監修が2日間欠勤したことがありましたあれほど正金である田中監修が2日も続けて欠勤するということは 自身が病気でない限り何か家庭に欠勤をやむなくさせるような事情があったに違いないと私は睨んだのです果たせるかな2日間欠勤して3日目に出てきた田中監主の顔を見ると福助のあだ名はどこへやらよほど深い心配事でもあると見えて例のニコニコも顔には上がらずどうやら 方の肉さえ幾分落ちているようにさえ見えるではありませんか私は復讐計画の実行には絶好の機会だと思いました老漢守の話4その年の11月頃であったと思うが 円卓の運転手をやっていた僕の妻の弟が人をひき殺して罰金300円の略式命令を受けた円卓の運転手くらいをやっている貧しい弟に300円という罰金の勘能ができるはずはないたった一人の姉である僕の妻に泣きついてきたものだだが円卓の運転手よりなお貧しい刑務所看守の僕の家に 300円というようなまとまった金のあろうはずがないじゃないか友人たちの間を駆け回れば30や50の金はできるかもしれないがとても300という金のできる見込みはないもし罰金を納めることができなければ60日間労液場に留置するというのだ女房は着ぐるいのようになって飛び回ったがどうすることもできない だんだん納期が近づいてくるのでいよいよ最後の手段として女房を田舎に返して祖母が一人住んでいる納屋のような家を抵当に入れてやっと300円の金を作らせたところがなんと万の悪い時は仕方のないものじゃないかその金を持って帰る途中自田の中で不注意にも女房はその金をすりにすられてしまったのだ 何のことはない安物の審判係さ今思い出話をするからのんきそうに審判係だなどと言っていられるがその時には文字通り身体極まったわけだその時にそう思ったね「釣りというやつは罪なことをするやつだこんなに切羽詰まった金を取らなくったって他にのんきな金がいくらでも取れるじゃないか」とね 結局そんな愚痴をこぼしてみたところでまた女房の不注意を責めてみたところで始まった話じゃない僕も二日ばかりは欠勤して金作に奔走してみたが初めからの見込み通りどうにもならないそれで本人にも六十日間の刑務所行きを決心させて僕は二日間の欠勤を出勤した僕らの勤労は一昼夜勤務だから 朝出勤すれば翌日の朝帰ることになるその晩のことだその晩は僕と西川という男とが担当でちょうど僕は午前1時から3時までの交代当番だった草履履きで巡視勤務について廊下を歩いているうちも300円のことばかりが気になって仕方がない正直なところを言えば議定が懲役に行くということよりは 300円をすったすりのことばかりが気になる深夜の官房内に聞こえるのは囚人たちのいびきばかりだそののんきそうないびきを耳にしながら廊下を歩いていると囚人たちよりも自分の現在の方がいたたまれて情けなかった「ごたんとごたんと」と呼ぶ低い声が いびきに混じって僕の耳に入るじゃないか就寝後の発言はもちろん現金されている報告すれば懲罰ものだが普段でも僕はそんなことは取り合わぬことにしているましてその晩はそれどころではない聞かぬふりで通り過ぎようとするご担当お役人様という声はだんだん高まってくる その声がどの棒から聞こえてくるのか最初のうちは分からなかったがちょうど4号文房の前まで来るとヒデが棒の格子戸につかまって自分の名を呼んでいることが分かったが僕はひでの顔に一別をくれただけで通り過ぎようとしたするとひでは少しく高い声で「お役人様」と僕を呼ぶのだ「その時僕は少し考えたね」 このまま素通りをしようとすれば、ヒデのことだから必ず大声を出すに違いない。そうなるとことが面倒だ。五分か十分ヒデの言うことを聞いてやった方がよいかもしれない、とこう思ったものだから、二三歩後戻りをして、ヒデ、何事だ、と聞いてみた。するとヒデは、 実は旦那折り入ってのお願いがあるのでございますがと辺りをはばかりながら実は手前が今度挙げられた日は少しばかりまとまった仕事をしたいと思って永楽町へ出かけたものです永楽町は我々の仲間では曲がねえと呼んでいる町で 旦那もご承知の通り金庫町なんです。午前の十一時前のいい潮時を見計らって手前の得意な子供で釜口を一つと紙入れを一枚取ったんでちょいと横丁へ入って透かしてみると釜口の方には首十円札が四五枚星五十銭銀貨だの 酔っ払い銅線などが少々これはしけだと思いながら紙入れの方を透かしてみると冠百円札が56枚これでいい今日は引き上げようと思って23歩歩きかかったところへ巡査がやってきたんで手前は素早く身を隠したんですが 巡査がしつこく追いかけてきてとうとう天神さんの裏門から境内へ追い詰められてしまったんでこれはいけないと思ったしや、とっさの間に紙入れの方を天神さんの横手に置いてあったポンプの箱の中へ投げ込んだままその巡査にあげられたというようなわけなんで を連れて歩かないのがあしの自慢なんですが今度ばかりは全く同時を踏みましたよ。というようなふうに秀の話は存外に長いので僕はそこそこに切り上げて第四分房の前を離れようとしたのであったがどうしたものか僕は秀のこの話をもう少し聞いてみたい気持ちになったのだ。 三百円という金の必要に切羽詰まっていた場合であったので、秀のこの話が僕を捉えたのには違いないのだ。そこで旦那にぜひお願いしたいと申しますのは、こんなことをお願いしては定めしご立腹であろうとは思いますが、私も今度ケーキが満ちてシャバに出ましたら、 堅気に働いて二度と再び悪いことはしない決心でおりますので、ひとつ、旦那にこんなことを申し上げられた筋合いのものじゃございませんが、旦那のお計らいで、その紙入れが足の手に入りますようお取り計らいが願いたいものなんで、そのかわり旦那。 福では恐れ入りますがその紙入れが私の手に入りましたら半金の三百円だけは旦那にお礼の印に差し上げようと存じておりますので「旦那あしもはやぶさの秀でござんす首がちぎれたって他言わしやしません。 旦那も足の気風はよくご存じのはずだどうぞ秘伝のこの頼みをかなえてやってください刑務所内で囚人が看守に頼む事柄としては実に驚くべき話ではないか老前か者の話ご 私はこの狂言の成功を信じて疑いませんでした。私のでたらめにうまく乗った田中監修は必ず天神さんのポンプの箱を探りに行くに違いない。もとよりそんなところに金の入った紙入れ謎があるべきはずはない。私の計画では田中監修が実際にポンプの箱を探りに行っても行かなくてもいい。 たただだあの話を田中監修に聞かせただけけでで成功しているわけです私はただ毎日田中監修に「その金を早く渡してくれ」と言って迫りさえすればそれでよいのです私がいくら迫っても田中監修は私にその金を渡すことのできないことは分かりきっています最後に私は「金を渡してくれないところを見れば」 あなたが使い込んでしまったのだろう私は看守部長に訴えると言って田中看守を脅迫するこうして弱点を握ってしまうことが私の望みであったのです私はその翌々晩の来るのが待ち遠しかったあの福助がどんな顔をするだろうと思ってみるだけでも胸がすくような気持ちでした ところがその翌々晩の話ですがふだんのように午前2時に巡視に来た田中監視は私の文房の前に立つと格子の間からスーッと私の手の上へ一つの紙入れを載せてくれるんです私は全くあっけに取られてしまいました「旦那やっぱりポンプの箱の中に入っておりましたか?」 とと尋ねると田中監修はうん入っていたよ中に300円入っているから開けてごらんと言い捨てて格子の前を立ち去っていきました紙入れの中を調べてみると田中監修の言った通り100円札が3枚入っている私はこの画点のゆかない事実をいろいろに考えていました そしてこれはきっと田中看守が自分の非行を悔いて私の口を勘するために自腹を切ったものに違いないとこうまあ私は考えたものですそれにしても随分理屈に合わぬ話ではありますが私にしてみればそれ以上に全く考えようがなかったのですその後222号の姿を見ない私は あの変態的な興奮も次第に冷めてしたがってそれが原因であった田中看守に対する怨恨も消え自然復讐計画の実行も力を失ってしまいましたがそれは300円という変わった形で復讐の結果が現れてきたからでもありましたそこで思いもかけず手に入れた300円の金を刑務所で 出獄の時まで保管するということはかなり困難なことです私はいっそこの金を出獄する時まで田中監守に預かってくれるように頼もうかと思いましたが金の性質が性質でありますからできることなら自分で保管したいと思ったものですそれでいろいろとその保管方法を考えた結果私は一つの最も安全な方法を案出しました 私はまず稼ぎ貯めた工賃を持って3冊の資本の購入を願い出ました特に私はその本が菊版の大きさであることが必要なので日蓮商人伝全3冊を指定しました購入された本は私の願い出によって1冊ずつ貸してもらうことができます短壺をきれいに掃除してその中へ入れておいた水を持ってまず 本の表紙裏の上張りの周囲を十分に示しそれを話すと次にはクロースの折り返しを開きボール紙の芯を真っ二つに割ってかねて便器の底へ飯粒で貼り付けておいた三枚の百円札を一枚だけ引き離しその間に差し込み元通り飯粒を練ったもので貼り付け毒量として返本すればそれでよい。 同じ方法を三度繰り返した私はこうして完全に三百円の札を三冊の本の表紙のうちに隠しましたこうしてさえ置けば景気が満ちて出国するときには資本は渡してもらえるから何の造作もなく持ち出せるわけです二度の退社で景気の三分の一を減税られた私はそれから一年半ばかりの後に満期放免になりました 私が資本の日蓮聖人伝三冊を持って出たことは言うまでもないことですところが刑務所を出た私は T 市へ帰ろうと思って H 駅まで来て切符を買うためにたった今渡されたコ賃チンの袋の中を覗き込んでいる間に腰掛けの上に置いた例の三冊の本の風呂敷を取られてしまったのですいくら本職のすりでも 人のものをすることに抜け目はないが、自分がすられるということは、すりもやっぱり人間である以上仕方のないことです。私はすっかり落胆してしまいましたよ。まあ、これだけあれば、これからまた稼ぐにしても、しばらくの間は骨休めができると思っていたのに、刑務所を出て1時間も経たない間に取られてしまうなんて、全くがっかりしてしまいましたね。 よし俺も盛んに稼いでやるぞ」なんて見当違いの不心得を起こしたものです。あやこれももう今では昔話ですが田中の旦那に対してはまことにすまないことをしたと終始忘れたまはないのでございますよ。 以上の話を時とところをことにして聞いていた私は最後に秀の話を聞くと家に帰ってすぐ本箱から日蓮商人伝3冊を引っ張り出したクロースを剥がして真のボール紙を割ってみるとおのおの1冊から100円札が1枚ずつ出てきたこれはありうべからざる偶然のことのようでもあるが 因果関係から言えば当然私の手元へ戻ってこなければならない300円であるなぜかといえば天神さんのポンプの箱の中に600円の金を放り込んだのは私であるからだいつぞや電車の中で紙入れをすられたその被害者が田中さんのおかみさんであってみればもともとその金は元の持ち主へ帰ったものに過ぎないのだから300円の不足は不思議なことでもない 彼ら二人は私の顔を見忘れているそれも無理からぬことだ西館の雑居房にいた私が刑務所の高齢であるように放免前日の一日だけ文房に移されるそのただの一日一晩だけ移された文房がヒでのいた北館四号の隣の五号分室だったそこで あの晩秀デの文句をすっかり聞いてしまった私が秀デの卑怯な計画を見抜いて優しい田中さんに同情して翌朝方面になるや早速先回りをしてポンプの箱へ600円入りの紙入れを投げ込んでおいたものなんだ今でこそ私は年をとってただ法華経のお題目を唱えることを仕事にしてはいるがこれでも元は小派ゼの万吉といえば 慶子では「スリの親分」とか何とか言われたことのある人間だ H 駅で秀の本包みを取ったのは私の子分の新米だった。